どうもピチピチのテクタンと申します。帰り神2実況プレイパート77始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、本日よりこちら最終話流行り神、こちらをやっていきたいと思います。ということで、やっとね既読率 50% になったところで、ここ折り返し地点です。やっていきましょう。さあ、どんな話なんでしょうかね。友達の友達出ました。前のね、1の時の最終話って組織に関係あるような話で、謎の組織ね、フレンドオブアフレンドで、特にゲストキャラもなくって感じのね、まあ話でした。メインキャラばっかりみたいな、そういう話やったんですけれども、さあ今回はどんな話でしょうということで見ていきましょう。死は存在しない、これ哲学？生きる世界が変わるだけだ。ネイティブアメリカン、ドゥアミ種族の格言である。誰か、あれ特定の人の言葉じゃないんや。人間とは弱いもので、死の先に次の世界を求めたがる。多くの宗教が天国の存在や輪廻転生を説いているもの、いるのも、存在が無になる恐怖に勝てないからだ。勝つってそんな感じの字な？あらゆる生命は生を受けた瞬間、死に向かって歩み始める。その事実を頭では理解しながらも、人間だけが明白、違う。ちょんない。ないない。明日を求めて、死から目をそらし続けている。しかも全然読める字。目をそらして逃避するだけなら害はない。問題は死という自然の摂理を拒否し、ねじ曲げようとする者が稀にいることだ。誰？それが呪いのパワー使ってる、何、組織的な話。警視庁非公認事件記録、813、流行り神。このタイトルがついてることがすっごい気になるよね。なんでここでそのタイトルみたいなね。あくまで2やのにまだ。暑い夏なんですね。言わないでください、警部。余計暑い気がしてきます。インドさんね。気のせいとちゃうやろ。ここは砂漠か？なんやねん、この熱気。責任者出てこい。エアコンないんかな？地下5階やからつけてもらえてないみたいな。警部が責任者でしょうに。セミの鳴き声もやかましい8月。地下5階の閉鎖室に詰める僕らは、まさに人体の限界に挑戦を強いられていた。もともとコンクリート剥き出しのこの部屋には、熱気と湿気が溜まりやすかったのだが、成果を目前にエアコンが故障してしまったのである。あ、つけといてはもらえてたんやね。直そうよ。経費落ちるでしょ。慌てて総務部へ連絡したのは1週間前のこと。しかし、待てど、暮らせど、メーカーからの修理はやってくる気配がない。なんでおサボりやん、そんな。それぞれが自宅から扇風機などを持ち寄って暑さをしのいではいるのだが、いい加減それも限界だ。何しろ、地下5階では開け放つ窓もなく、現代文明に骨の髄までどっぷり使った僕らはパソコンなしでは仕事にならない。あ、そっちの話ね。どっぷり使ったから暑かったらもう仕事にならへんとか、そういう話かと思ったけど、パソコンの話か。しかし、そのパソコンが吐き出す熱気もバカにならず、こうして汗だくになりながらのデスクワークを強いられているのだね。パソコンすごいもんね。うちのパソコンもね、エンコードしてる時とかうーんやけどね。表向きは警察し編纂室などという官職部署であるから、存在な扱いを受けるのにも慣れたつもりだが、これはさすがに人間としての尊厳まで失われてしまいかねない危機的状況と言えるだろう。なんかどっか行こうよ、どっか。なんかファミレスとかでできるの？ノーパソを持ってたよね、確か。僕は椅子から立ち上がると力強く宣言した。もう帰ります。ここが我慢のしどころです。エアコンを修理しましょう。早速の選択肢でこのカリッジポイントね、使ってるのがね、あるけど、どうしようかな。エアコン修理しよう。これ大事よ。柿の種くんにそんなことできるのかしら。暑苦しい室内で鴨泉警部補だけはいつもと変わらぬ涼しい顔でパソコンと向き合っている。なら暑くない？クールビズ？それとも実はなんか服、なんやろ、めっちゃスケスケのなんかそういう涼しい服着てるみたいな。いつもだらしない格好でだらしなくソファーに転がっている引導警部は例外としても、僕や小暮さんだってスーツの上着を脱いでネクタイも解いているも脱ごうよ。なのに彼女だけはいつもと変わらないいでたちだ。一体どういう神経をしているのだろう。それリアル神経の話してる。冷ややかな部別の言葉にもめげず、僕は備品置き場から工具を取り出した。
できるかどうかは分かりませんが、このままでは全員熱中症になってしまいますから。そうね、熱中症。あ、殉職。自分は正義と法のためであればいつでも命は投げ出す覚悟でありますが、こんなところで殉職するのは勘弁してほしいであります。なんかさ、今めっちゃパチパチノイズ入らんかった？大丈夫？このまま進めて。とりあえず大丈夫かな。僕もですよ、2階級特進は魅力的ですが、今はそれより我が身が大事です。2階級特進なんなら、まあ呼んだらわかるかな。小暮さん、手伝ってもらえますか？もちろんであります。敬礼ポーズを取る小暮さんの顔には悲壮な決意がみなぎっている。このさ、暑さで死んだところでそれって殉職って言っていいんかなっていう感じするよね。インド警部はすでに気力体力ともに尽きかけているのか、ソファーに転がったまま情けない声だけを上げた。そんなことできるんやったらさっさとやってくれたらええんや。鴨泉警部補に反対されていたんですよ。なんでやねん、鴨泉、こんなところで殉職したいんか？こんなんじゃ死なんわって。この程度で死ぬ人なんているものですか？それに世界にはもっと過酷な暑さに加え、飢えや戦争に苦しめられている人たちがいるんですよ。実はそんな暑くないんかもしれへんね。人は人、うちはうちやろが。でも、なる熱中症ってバカにできんからね。そうであります。ここは中東でもアフリカでもない先進国日本の首都、東京の治安を守る警察庁でありますよ。まったく揃いも揃って情けない。あ、どっか行っちゃうの？これ見よがしなため息をつき立ち上がった鴨泉警部補の足元に何かが落ちた。あ、何ですか？あれ、鴨泉警部補、何か落ちましたよ。もしかしてさ、暑いから私外出るわとかって思ってたりせえへん？ずる。あ、ちょっと。何気なく拾い上げてみる。あ、何？あー、冷却シート。熱さまシート、熱さましシート、熱さまシート、あれか、商品名か。ピタッと晴れてぐんぐん冷やす急な発熱リフレッシュに大人用12時間。え、めっちゃ持つやん。これ体中に貼りまくったら涼しいんかな、どうなんやろ。鴨泉警部補殿、恨めしそうな眼差しの小暮さんはことさら無視して、顔を赤くした鴨泉警部補は僕の手から冷却シートの箱を取り上げた。え、全然持っててもよくない？ちゃんとさ、自分でその暑さの管理できてるんやから、それはね、いいことやと思うけど、どう思う？ずるいであります。自分だけそんなものを買えばええやん、薬局で売ってるんやから。うるさいわね。いいから早くエアコンの修理でもしてなさい。でもこれあっただけでそんなって感じするけどね。いいんですか？うっかり壊してしまうかもしれませんけど、その場合はさ、新しいの買おう。いいから早く、修理中に壊したらあなたたちが弁償するのよ。そんな無茶な。もしかしたらもうね、もう壊れとる、完全に壊れとるかもしれへんから、どうせやったら買い替えた方がいいんじゃない？エアコンなんてね、調子悪いんやったら。言い分はめちゃくちゃだが、これ以上エアコンを壊れたままにはしておけない。本音を言えばこうした作業は苦手なのだが、まあなんとかなるだろう。希望的観測を胸にエアコンのカバーに挑みかかる。掃除すらめんどくさいよね、エアコンって。フィルター掃除とか。先輩、大丈夫でありますか？カバーが結構硬くて。どういうエアコンなんやろね。この広さやから業務用のエアコンやったりするんかな。あ、やや、柿の種くん、壊したの？壊したの？まずい、いきなり壊してしまったようだ。あ、もうちょっと待って、電話早いってなるの。カバーの破片を手に固まっていると、助け舟のように返済室の電話が鳴った。なんか物理的に壊れたんかな、ペキみたいな感じで。あ、僕が出ます。小暮さん、これ。渡されてもね。破片を小暮さんの手に押し付けると、飛びかかるようにして受話器を取った。はい、警察署、編纂室です。あ、ゆうかかな。あ、亀田くん、ちょうどよかった。ゆうかさん、どうしたの？今回も最終話は、あれか、ゆうかの、もしかしてお誘いなんかな。実はね、明日から桐崎先生と常用島ってとこにゼミ旅行に行く予定だったんだけど。常用島。ああ、そういえば兄さんもそんなこと言ってたけど。うんうん、それなんだけどね、急に欠席者が3人も出ちゃって、宿とかチケットが無駄になりそうなの。3人えらい出るな。それでもしよかったら亀田くんも夏休みってことで一緒にどうかなって思って。それは大変だね。
でも部外者の僕が一緒だと邪魔になっちゃうんじゃないかな。あれか、でおそらくカゴメさんとか小暮さんも一緒に行く感じになるんかな。なんかコナンっぽい展開な雰囲気せえへん。僕たちが行ったせいで事件が起こるみたいな。全然、だって旅行に行くのは私と先生だけになっちゃったんだもん。あ、それはちょっとね、聞き捨てならんよね。二人だけなの？そうなのよ。昨日ケーキ付けに焼肉に行ったら、そこのモツにみんなして当たっちゃったみたいでね。じゃあもともと5人やったんや。だからどう？都内だけど離島だし、バカンス気分で一つ。他のゼミ生が全滅したというのに、兄さんと優香さんは無事だったのか。にしてもモツ、どこで食べたって言ってた？焼肉？焼肉のモツか。いや、こんな時期に8月にモツ鍋とかって思ったけど、焼肉でした。モツ鍋食べたいな。ちゃんとしたお店のモツ鍋食べたいな。海に囲まれた伊藤とはまた魅力的な話だが、僕も社会人の端くれだ。これもしかして水着のシーンとか見れます？いきなり明日から夏休みをもらいますと宣言して休ませてもらえるとは思えない。なんかあればいいんでしょ、その用事みたいなのが。だがここで断ってしまうのも正直惜しまれる。そうか、でも今ここで決めるわけにはいかないから、また後で連絡するってことでいいかな。もちろん、いい返事待ってるからね。あんまり期待しないで待っててくれると助かるよ。でも3人空いてるんやもんね。ほほっか、木の種警部ほどのは仕事中に彼女とデートの約束か。で、度胸やな。まあ、いつか彼女になるんじゃない？どうやろう。違いますよ。優香さんです。お前の彼女の名前なんて知るかいな。そういえば優香のこと知らんないっけ？あれどうやっけ？違いますって、兄さんの教え子の。生意気な小娘でありますよ、警部殿。先輩は仕事で忙しいというのに、職場まで電話してくるな、してくるとは厚かましい小娘でありますな。なんだったら自分がガツンと説教。強気。いや、そうじゃないんです、実は。3人空いてるからね。常世島。優香さんとの会話を説明する僕の言葉を、インド警部はソファーに寄りかかりながら一通り聞き、そしておもむろに問い返してきた。離島にゼミ旅行な。で、行き先はどこやってん？常世島だそうです。常世島か。南国リゾートとまでは行かへんけど、夏休みをエンジョイするには悪くない場所やな。どういう理由で選ばれたんやろうね、ここ。僕は頼んでも無理だろうなと思った。行ってもいいですかと尋ねてみた。反対を押してでも行くつもりだ。普通に聞いてみよっか。ポイントを使うんやね、これ。まあ、7個もあるしいいやろ。なんか今までずっと余ってるしね。ええんちゃうの？え？予想外の言葉が実に無造作に投げつけられた。思わず固まってしまった僕の横で、鴨泉警部補が目を三角にして引導警部に詰め寄る。ブチギレなんですか？あなたの分もありますよ、引導警部。人の話はきちんと聞いて考えてから返事をしてください。まあ、どうせ仕事なさそうやしね、ここ。いいんじゃない？まるで幼稚園のほぼさんみたいな言い分だ。鴨泉警部補がほぼさんというのも実にゾッとしない想像図ではあるけど、ええやん別に。幼稚園児の前ではもしかしたらニッコニコかもしれへんね。で、まあ、ほぼさんっていう言い方もなんかすっごい久しぶりに聞くよね。失礼やな、ちゃんと聞いとったで。柿の種が常世島だが、豊子島豊子島だかに遊びに行きたいっちゅう話やろ。常世島といえばって思ってるかもしれへんね。なんかあるかもしれへん。そこまで聞いていて、どうしてそう来やすく許可するんです？そうであります、休暇を取るなら取るで申請が必要でありますよ。休暇じゃないっていうこと？ここが捜査一課やったら申請も必要やろうけど、所詮警察紙編纂室やで。しかもエアコンは壊れてこのありさまやし、仕事もないし、わさわさ人がおっても暑苦しいだけなんやから、適当な理由でもつけて休んでまえ。いいんですか？ええのんちゃうか。官職とはいえ部署一つを預かる人間のものとは思えない無責任な発言だ。でも事件起きるから大丈夫です。起こしてこ。何の気まぐれか、それとも暑さで判断能力が低下しているのか。いやいやいや大丈夫、インドさんそんなことないから。理由は定かではないが、この過酷な状況から抜け出せる絶好のチャンスのようだ。エアコンさえ直ってくれれば、あとは夏休みがなくてもなんとか耐えられるだろう。それじゃあお言葉に甘えさせてもらいます。僕は
明日から熱中症で痛いんやということにそういう理由つけていくん、仕事してるけどここにおらへんっていう、そういう体じゃない、違う、そういうわけじゃない。ああ、もうそれでええわ。以上、今日は解散。暑くてかなわんちゅうねん。心底めんどくさそうに言い残し、警部は本当に部屋を出て行ってしまった。ありがたい話だが、本当に良かったのだろうか。あれ、3人分空いてるって言うとええやん、これで全員揃ったのか。そうらしいね。翌日、優香さんから聞いた集合場所には、フェリー乗り場には僕と兄さんと優香さん、そして、あー、いいよ、サムネ候補、お世話になるであります。ココメさんはそんな格好してるんやろ。あー、いいよ、貧乏臭いフェリーね。なぜか小暮さんと鴨泉警部補まで揃っていた。いいやん。ごめん兄さん、なんだか部外者ばっかりになっちゃって。俺は構わんが、返済したら大丈夫なのか。ごもっとも。いやー、どうなんですか小暮さん。はあ。自分も警部殿に何度も確かめたのでありますが、エアコンが治るまでストライキやーと。なるほど、じゃあ問題ないだろう。そうか。暇なら売るほどある編纂室ではあるが、4人しかいないメンバーのうち3人までもが夏休みというのは問題があるような気がするね。しかも小暮さんの発言によれば、どう考えても引導警部だって盗聴していたとは思えない。でも誰も確認にも来へんのかもしれへんね。何かあれば責任を取るのは警部でしょう。多少絞られた方が警部のためよ。鴨泉警部補がそっけなく言った。もうなかなか楽しそうな格好してるけどね、エンジョイしそうな。それは一理あるんですが、なんで二人ともゼミ旅行に。せっかく休みが取れたのだから、二人とも実家に帰るなり旅行に行くなりすればいいもの。ひなびたフェリー乗り場にはおよそふさわしくないファッションで身を固めた鴨泉警部補は、僕の心中を察したように澄ました顔で言った。日本の文化や風土を理解することもプロファイリングには欠かせない要素なの。ああ、なるほど。勉強って感じ、勉強しに行く感じ。こんな機会でもなければ、常世島なんて偏僻なところに行くこともないでしょうからね。あ、偏僻のピとひなびたが同じ字なんや。なるほど、勉強になる。それに、これは柿の種くんを理解するいいチャンスでもある。お変な反応してもたやん。ほう、柿の種を。兄さんは面白そうに笑っているが、柿の種を、亀だを。亀だのあられ、おせんべい。鴨泉警部補の言葉は、兄さんが期待しているような色恋沙汰に関わるようなものではない。まあそうよね。その証拠に鴨泉警部補は険しい顔で兄さんを人睨みした。なんか好きな人とかおったりするのかな、どうなんやろね。勘違いしないでくださる？私はすぐにオカルトなんて言い出す柿の種くんの精神構造と思考回路を分析したいだけですから。なるほど。恋の始まりは往々にして相手への理解欲求と似た形を取るものだがね。結局恋の話に結びつけようとしてる。っていうか、兄貴はその格好なんやね。仮にも大学の講師ともあろうお方が随分低俗なことを口になさるのね。あいにく低俗なものが大好きなたちでね。どうなんやろうね。兄貴の色恋沙汰、兄貴、ね、どうなんやろうね。あいにく低俗なものが大好きな、読みましたそこ。肩をすくめる兄さんに代わり、なぜか小暮さんが割り込んでくる。鴨泉警部補との先輩の相棒はこの自分であります。あなたたちそういう関係だったのねってまた言われちゃう。自分と先輩はいつでも一心同体なのでありますから、して邪魔しないでいただきたいであります。誤解が生まれる。しないわよ、そんな暑苦しい中の邪魔なんて。男の友情を暑苦しいとは、いくら警部補殿でもあんまりであります。小暮さん、もうその辺で。どんどん脱線していく会話に、僕は早くも疲労感を感じ始めていた。いや、そこはなんかニコニコ楽しい、和気あいあいみたいな、そんな感じで、ね、言うとこやと思うんやけど、どう思う？お待たせ！同じ格好やん！なんで水着で来てんの？ほらほら、フェリーのチケットを配るよ。チケットを買いに行っていた優香さんが戻ってきた。え、今買いに行ってたん？それ当日とかでもいいの？はしゃいだ声で、なんだか遠足気分だ。悪かったな、マミヤくん。いえ、これぐらいお安いご用です。
今回の旅行ライバルが多いみたいだから頑張るんだな。うん、カゴメさんとコブレさんね。ライバル？何のことですか？兄さん？はは、冗談だ。話が見えていない優香さんはきょとんとしている。その優香さんをなぜか睨みつけるような鴨泉警部補。そして最後に小暮さんがやけにキラキラした目で僕を見た。ワクワクすんな小暮さん。この船は間もなく出港いたします。お客様はご乗船になってお待ちください。アナウンス、もうちょっと綺麗に読んだ方がよかった。この船は間もなく出港いたします。お客様はご乗船になってお待ちください。アナウンスの声を合図に周囲の人たちがゾロゾロとフェリーに乗る。私、常世島なんて聞いたこともなかったのに、結構乗る人がいるんですね。あ、多いんや。優香さんが周囲を見ながら言う。確かにほとんど名前も知られていないような島にしては、フェリーに乗る人が多すぎるような気もする。サーフボードを持った若者のグループ。バカンスを楽しむような家族連れ。二人の世界に酔いしれるカップル。どんなとこなの？マスクの人。怖っ。怖っ。わー。陰キャ。マスク？人目を避けるようにさっと店内に姿を消した人がいたような気がした。あれ犯人な。大きなマスクをしていたような。季節外れの風邪でもひいたか、あるいは何かのアレルギーか。ちらりとしか見なかったもので、連続殺人犯とかやったりせえへん。人目を避けるようにというのも僕の気のせいかもしれないのだが、もしくは道明寺。道明寺ちゃん、だって監視しとうわけやからさ。この船の行き先は常世島だけじゃないんだ。一旦常世島に寄って、それからさらに沖の島に出ていく。ほとんどの人の目的はそっちでのリゾートさ。あ、なるほど。兄さんが説明してくれた。せっかくだから私たちもそっちまで行っちゃいましょうか。賛成であります。大賛成。水着とか持ってきてるんかな。優香さんの冗談交じりの提案に小暮さんが両手を挙げて賛意を示す。その手には、小暮さん、シュノーケルをしまってください。今回は兄さんの研究室のゼミ合宿なんですから、小学生か。そうでありました。失礼。そうよ。単なるお遊びじゃ、せっかくの休暇がもったいないわ。これは有意義な学術的フィールドワークなんですからね。とかなんとか言ってなんか持ってきてるの？そういう鴨泉警部補の声は、どことなく失意が感じられた。なんか持ってきてるんやで、絶対水着とか。じゃあ行くか。このフェリーを逃すと3日後まで常世島に渡る術はないからな。そんなにない？え、何それ。僕が驚いて聞き返すと、兄さんは平然とした顔で、島へのフェリーは3日に1往復しかないと教えてくれた。今時そんな場所が実在するとは。せめて1日1本出てるんやったらね、わかるけど。それにしても兄さん、なんでそんな島でゼミなんか。まあ俺も最初はそのつもりじゃなかったんだけどな。さあ行こうか。え、何かあるんや。こうして兄さんを先頭に、全くまとまりのない5人はゾロゾロとフェリーへと乗り込んでいく。どう考えてもトラブルの起きそうなメンツだが、しかし常世島で僕らを待ち構えていたトラブルは予想よりもはるかに大きく、そして恐ろしいものだった。うー、フラグというか、もうね、それは何かあったって言ってしまってるもんね。あら綺麗。着いたのね、常世島。2時間ということで、時間がいい感じだと思いますので、今回は、この辺りにしまして、次回ね、おーおー、オートスキップしちゃった、危な。ここの常世島でのバカンス楽しみたいと思います。きっと誰か死にますということで。今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。